ゆりかの競馬夢予想。皆さんこんにちは。こんにちは。TNC アナウンサーの佐藤ゆりかです。YouTube でしか会えないアナウンサー川崎さとしです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ先週のブゼステックスですよ。見た？見ちゃいました。俺の実力。見た？ね。三連単二等軸。ほ。完璧。ラビータイベラ本命に行きましたね。そう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 。で2着に里のロイヤル、はい、で3着実は入ってなかったの、あげた買い目にはね、うん、だけど佐藤さんのコパロニクオルソン、うん、入れたの、はい、あお後から出た恒例の取った。あーでも嬉しい。コパロニクオルソンも3着来たんですよ。嬉しい。素晴らしいよね。だってあの本当あの10馬身差つけた時と同じようなレースしたもんね、うん、途中から差を広げて、うん、ね、とだけどさ北脇を里のロイヤルが、はい、里のロイヤルも来るのみたいな、うん、うわ2頭来たよもう何でもいいよあとは3着みたいなそしたらコパロニコルソン、うん、これもねいやいや強かった。そうですね、いいレースしたもんね、うん、人気決着でしたね。そう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 素晴らしいよ、うん、本当に、うん、後ろにはそうさっき川崎さんが来てもうすぐ書いたんですよ。お書いたんだけど、はい、プロデューサーに消されたの。え消されたの。これ一生懸命書いたの。本当だ消されてる。後があるんですよ。間違った。なんで消すんだろうと思ってさそしたらさなんで消したのって言ったら暗号みたいなのなんだって。そうです。暗号じゃないのこれ。ポイント単勝当てたら3ポイント、うん、副賞も当てたら1ポイントで、うん、高崎さん選手どちらも当てられたので4ポイント。まあ野球に例えると2回の裏を割って4対0川崎リードですみたいな感じですよね。うんじゃない。何をうなずいてるんですか。でも始まったばかりですからまだ、はい、まだ始まったばかり。まだ3週目だからねこれからね、うん、まだわからない、うん、そう今週は巌流島ステークスです。来た巌流島、芝1200m、ね、そうですね巌流島、うん、ステークスですね、はい、ステークス、はい、巌流島ステークスなんですが、はい、ハンデ戦芝 1200m しかもフルゲート18頭立て、うん、巌流島ステークスです。巌流島ステークスです、うん、3勝クラスだからステークスです、はい、そうなんです、うん、これもねなんか毎年荒れてるんですよ、うん、レース的にも。これねこの条件っていうのはさ、うん、条件クラスで、まあ、3勝クラスで芝 1200m で18頭ハンデ戦、実況アナウンサーがね日曜日の朝から無口になるメインですそうなんです。小倉、そうですよね、うん、最後が直線が短いので、そう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 、差し馬が来ると、うん、やっぱこううわーって、そう、うん、今週実況誰だっけ。坂梨さんです。じゃあもう坂梨アナウンサーは日曜日朝から多分ねこうだからもうずっと今週から勝負服の色を塗って覚えられてました。もう今日からブリンカーつけてるでしょ前しか向けない子が本当ね。でもこれね小倉の直線短いんでね。そうなんですよ。差し傾向だと結構もうどの馬が来てもおかしくないと言いますか、分からなくなるんですよね実況、うんうん、だけどさ先週の競馬見てあれって思わなかった。ん2週目なのに外から刺してくる馬が多かったでしょう。そうですね、基本この折り返しくらいから刺し傾向にはなるんですけど、そう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 早かったですよね。どっちかって言ったら開催の後半からそんなレースになるのに、うん、2週目をまだ、うん、そうですね、あらららら、らと思ってさ、うん、雪とか雨とかありましたもんね。まあ、それもある、うん、だからね馬場の傾向をつかみづらい。そうなんですね。そんな中で枠順が出る前に予想するなんて無理すいません。いやいやいや、もう無理よ。でも当たったらかっこよくないですか。当たったらかっこいいね。かっこいい。みんなのヒーローです。おーヒーロー。カーヒーロイズカミン。そうなんです。では早速巌流島ステークス予想していきましょう、はいはい、今回も金曜時点での予想となっております、はい、では早速川崎さん、うん、いきますよ、はい、本命をお願いいたします。じゃん、ファイアダンサー。ファイアダンサー、はいはい、うん、はい、なのよ。What a なんですかこの引き手。 What a feeling being the being 知ってる。ちょっと流暢な英語かなと思ってちょっと期待しちゃった部分があって、ごめんなさい。ちょっと昔フラッシュダンスっていう映画あったのよ、はい、知ってる。
知らないですよ。知らない、はい、ジェニファー・ビルスだっけだっけって言われてもちょっと知らないの、はい、知らない、もうちょっとすいません、まあ後で調べといて、はい、調べます、うん、そうそうそう、もうあのダンス、プロのダンサーを目指していくレースなのよ、うん、はいはいはい、で踊り続けて、はい、結局夢をものにするんだけども、はい、そうそうなのよ、だからねこのねファイヤーダンサーも、ファイヤーダンサー、うん、そう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 、休み明けからダンスを続けて3走目ダンス続けて3走目この馬ですよ、うん、おっとーん、走り頃の休み明け3走目関東馬を狙え、ここは小倉だ、そう、ほい、あのね、休み明けのね、休み、いや走り頃のね、休み明け3走目、休み明けの成績まとめてみたの、おお、こんな風になってんの、うん、一番上がね、一昨年の秋、2ヶ月の休み明けで11着、10着、5着、はい、5着がコンマ3秒差、うん、で一昨年の秋は2ヶ月半ぶりで12着、4着、2着、うん、2着、首差で、去年の春3ヶ月ぶりで4着、1着、まあ3走目4着だったんだけど、はい、これも差がないです、うん、で、去年の秋から、2ヶ月半ぶりで4着、6着ときて1着ですよ、ここで、おそう、確かにだんだん着順をこう上げる傾向ではありますね、うん、そう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 、だいたいね、休み明けがあって休み明け2走目、うん、そして3走目っていうのが走り頃なのよ、はい、うんうん、それと関東馬を狙え、関東馬、うん、お見て見て、先々週6勝、先週7勝、そう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 、ほら意外と美穂から来るから、うん、結構ね輸送がね、うん、長い距離ですけど、だけどね大抵の馬はあの小倉に早めに入って小倉滞在、うん、ね、うん、輸送のない競馬やるわけ、うん、うん、だからでね関東からやっぱり馬連れてくるからにはね、まあ日頃以上の仕上げするわな、うん、するわな、遠くからつって、ね、輸送してくるんだからさ、そうそう、やっぱりね、ここ関東馬このメンバー2頭だったかな、そうですね、あんまり少ないですよね、うんうん、はい、で、あの、喋ってると、平場のレースなんかね、そう、12頭立ての関東馬8頭とかあるもんね、へ、先週なんかあったよ、確か、あ、本当ですか、うん、だから馴染みのない馬ばっかりなんだけどね、関東馬怖いです、お、で、あとはもう小倉得意っていうことで、はい、1200m の芝は参戦してます、うん、1勝2着3回、うん、全部副賞圏内、うん、で去年1勝クラスで確かね、3着3着1着だったわけ、冬の小倉で、うん、結構連チャンしてるんじゃないですか、2月のなんか成績が、そうですよね、小倉ずっとね、うん、まあ、客室的に先行タイプで、でも花にはこだわらないと、うん、まあ、これはもう完璧よ、おお素晴らしい、本当に川崎さん、意外とこう穴あんのじゃないですか、うん、今週は、だから何が来てもおかしくないもん、そうなんですよね、で官僚島ステークスってさ、あれでしょ、そんなにないけど官僚島ステークスって、はい、去年一昨年はさ、はい、なんか書いてあるんだよ、なんか書いてある、はいはいはい、メガネ大丈夫ですか、ちょっとメガネメガネメガネ、なんか書いてある、うん、これノー編集だからこんなことしちゃいけないんだけど、はい、去年はさ、名勝ミモザ、はい、11番人気、うん、ね、はい、で、一昨年は名勝カリン、うん、8番人気、うん、人気薄、これも去年なんかさ、11番人気とさ、18番人気の現着よ、そうなんです、2着にね、これ3連単、これいくら、260何万とか、232万6320円、はあ、で、一昨年がさ、はいはい、50万4040円、そうなんです、アレラレースなんですよ、そう、そう、うん、アナ島にはもってこいのレース、そう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 、だから、はい、ちょっと穴っぽい馬から言ってさ、はい、あれだ、あれだ、買い方は、買い方はさ、はい、手広く馬連で、はいはいはい、もういっぱい書いた、はい、いっぱい書きましたね、カフジテドラゴン、カフジテトラゴン、ね、はい、グランレイ、栗の魔人、スンリ、タマボティータイム、ドグマ、ビアイ、ブレスレスリー、これで完璧よ、おお、出ました、完璧よ、何もあるんだ、本当に広島弁、あれ、いや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 、もうええんじゃん、ええんじゃん、完璧ですか、これで完璧ですか、うん、では、私の予想いきますか、私本当に巌流島ステークス荒れるなと思って、うん、ちょっと調べたんですよ、うん、で今日
あの坂梨アナウンサーが類似マステークス実況される、うん、席隣なんですけど、お佐藤すごい法則見つけたぞ、すごい法則ちょっとって言われて、なんだろうと思って聞いたら、あのすごくて、ちょっとこれ見ていただきたいんですよ、もうすごいすごいしか言ってない、これ巌流島というこう名のついたレース、巌流島ステークス、前まで巌流島のついた、とにかくレース、そうだね、レースについては3年連続名称の冠名がついた馬が勝ってるんですよ。あ、さっきそうだったね。そうなんです。2020年名称巌流島特別。はい。2021年名称カリン、2022年は名称ミモザ。3年連続勝ってるんですよ、名称の冠がついている馬が。となるとですよ、1頭出てるんです。あ、そうだっけ？そうなんですよ。1頭出てるんですよ。だから、ちょっと名称ツツジをちょっと見ておこうっていう話になったんですよ、坂梨さんが。小倉で2勝してるよ、これ。そうなんですよ、うん、楽しみですよね、うん、はい、この法則を見つけた佐藤の本命、はい、この馬です。決まってんじゃん。そうなんですよ、この馬です、じゃん、ファイアダンサー。はぁ一緒やん何それ。いや、なんかあの法則も何もないし、一緒だし、ちょっとあのいろいろ動揺してて、あの私の中で作った流れが、あの一瞬に川崎さんが褒め出された瞬間、あ、消えたと思っちゃって消えたそれ失礼だよ。流れがね、ちょっと私も穴党にとって本当に美味しいレースなので、穴馬狙いたいと思って、ファイアダンサーにしたんですよ、で、本当にびっくりするくらい川崎さんともう見てるところが一緒で、あのまあ、冬の小倉はここら辺が多分今週あたりからは差し傾向が多分もう顕著になるのかなって私も予想して、まあ追い込み場、差し追い込み場を狙いました、まあ、小倉もね参戦して1着3着2回とね、もう好成績ですし、冬も走る馬なんですよね、そうなんです、冬は走るね、そうなんです。で、丹内ジョッキー、あの再びコンビを組むんですけど、丹内ジョッキー、このファイアダンサー4戦して4着以内に持ってきてるんですよ、全てだからもう相性もいいと、もうお手馬だね。そうなんです。だからあの、まあ、美穂ってことで、まあ、輸送はどうなのかなって思ったんですけど、あの小倉2月、去年の2月に走って、あのしっかり3着以内に持ってきてるので、じゃあ輸送関係ないんだなとは思っています、なので冬の寒さにも負けないファイヤーなレースに期待してます。はぁ、そうなんです、あのびっくりしました、びっくりだね。はい、これこの紙見た？見てないですよ、これは違うから。俺スポーツ部にこれ置きっぱなしにしたからアナウンス部からスポーツ部に侵入して、これ見たな？見てないですよ、私ちゃんと午後1に決めましたよ。あ、そう、びっくりしました。だから、あの波に乗ってる川崎さんとこう本命が一緒って安心しました。ありがとう、ありがとう、え、嬉しいです、なんかありがとう。大抵の人はさ、俺と本命が一緒だったらなんかもう始まる前から運が悪いみたいな。そうなんですよね、なんか褒めば聞いた瞬間そのなんか落ちたんです、その気持ちに、あれ大丈夫かなと落ちたんですけど、川崎さんの説明を聞いて、そうだ、やっぱりファイアダンサーだって思いました。先週ね、YouTube にコメントくれた人がいるの、川崎さんの予想、説得力がありました。ありましたね、まあ嬉しいわ感想じゃないですか、ね、ありがとうございます、いつもコメントをいただきまして、さっき歌った歌知ってる？ハッカーフィーリング、ね、なんという感覚なんでしょう、ね、Being the Believing、 自分でも読めてないじゃないですか、もう字が汚い、字が汚いんで、自分を信じなさい。そうなんです、なんかこう、去年は丹内ジョッキー名所ミモザでこのレース勝ってるじゃないですか、そうね、だからこそこの時期ね、また勝ってほしいなと思います。一昨年勝った名所カリンだっけ、はい、あの馬もね小倉の戦に強かったんだよね、強かったですよね、で時々穴開けるんだよね、そうなんですね、そう、あの開催のね終盤に出てきたら名所カリンは必ず帰っていうね、そういう我が家の教訓があって、我が家の教訓、そう、うちの壁に貼ってある。そう、終盤は名称を借り、そうなんですね。なるほど。でもそんな、あ、ね、今回も名称つつじいるけれども、それを上回るかもしれない、そうなんです。上回るだろうっていうのがファイアダンサー。そうです。でも相手に入れます、私名称つつじ。あ、そっか。はい、
私もそこはもう買っときたいなと思います、ね、うんうん、ああ、じゃあ、ペン、付け足します、こう名称、はい、名称ツツジ、はい、相手9頭になりました、はい、まあ、あとはね、枠順とかそういうの考えてね、ちょっと絞っていこうかなと、そうですね、うん、思うんだけどね、はい、うん、なんと今回はまさかのファイアダンサー一緒ということで、お、素晴らしい、完璧ですよ、本当に。え、でも本命かぶった時って結構来ません、うん、そうそうそう、来てる来てる、そうですね、何年か前かも戦勝優斗あげた時とか3着来た気がしますよね、うん、それも岩流島じゃなかったですか、うん、多分、多分そうですね、岩流島ステーツで2年前戦勝優斗2人とも本命にして3着に来てますね、うん、だよね、だから副賞圏内には入ってるんだよね、そうなんです、えー、ちょっとこれはこれびっくりした、見た人、これ見て真似してくれた人、みんなで幸せになれるかもよ、いやー、ね、みんなでダンサーしましょう、そうね、もう当たったら来週踊ろう、ダンスしながら、そうそうそう、ダンスしながら YouTube します、オープニング当たったら、あの、来週踊る、そうです、踊りながら YouTube します、さあ、今週の競馬ビートは、はい、競馬ビート午後3時から放送します、はい、なんとゲストは、はい、ウマ娘でナイスネイチャー役で声優の北九州市出身の前田香織さんと、はい、ウマ女の天童奈子さん、調教ハンターの天童奈子さんがいらっしゃいます、え、あのナイスネイチャーの声優さんって北九州出身なの、はい、そうなんです、あの夏も来てくださって、うん、あ、俺放牧に出てた、あ、そうです、そうです、うん、あのウマ娘っていうのゲームのナイスネイチャー役、はい、小倉でも走った、はい、今ナイスネイチャーの声をされてるんですよ、はい、あらま、あらま、俺ナイスネイチャー取材してたからさ、夏の小倉で頑張った馬なのよ、うん、馬は、うん、そうなんです、夏にトントンと勝っていってさ、うんうん、まあ、その後の活躍は皆さんご存知の通りっていうね、うん、ナイスネイチャーのまたあの声を聞けるのが楽しみです、私一ファンとして、あ、そう、はい、声優も、はい、俺ちょっとあのね、セットの下で聞くよ、じゃあセットの下で聞く、どういう近い、近いところで、あ、近いところで、でも映んないところで、あ、特等席ですね、そう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 、もうあぐらかいて、あぐらかいちゃう、フロアディレクターの隣に座ってお行儀よくお願いします、はい、わかりました、はい、うん、競馬ビートお楽しみに、完璧ダンス